皆さんこんにちは MMA 言語が挑戦中です、えー、今日はベラトール297のバンタム級タイトルマッチ、えー、セルジオ・ペティス選手対パタルシオ・ピットブル選手の試合について喋っていきたいと思います、えー、まあこの試合はまあ本当ビッグマッチと言っていい試合だと思いますし日本のファンの方にも馴染みのある両者ではないかなと思います えと一応、両者の簡単な説明をさせていくと、まずは、パトリシオ・ピットブル選手は、今度のスーパーライジン2で、A.J. マッキー選手と対戦する、パトリッキー・ピットブル選手の弟ですね。ベラ・トールではもう本当に、無双しまくった選手、しまくってるですね、選手と言っていいでしょう。 えー、主に勝った選手っていうとまず、えーまあ、お,お兄さんのパトリッキー選手はライト級なんですけどこのライト級のタイトルマッチで、えー、チャンドラー選手と戦って今 u s c で活躍しているチャンドラー選手ですね、えー、チャンドラー選手は KO したんですねでその KO 勝ちしたことに対して、まあ、自分のお兄さんがやられたわけだから、まあ、俺がやってやると出ていったわけですが、えー、この時のパトリッシー選手は基本的にはフェザー級の選手なんですけど1階級上。 の選手に、まあ、言ったたら挑戦したという形で、えー、ここで,です、ね、チャンドラ選手を1ラウンドで KO 勝ちして、えー、ライト級そしてフェザー級の2階級王者になったわけです。で、えー、フェザー級でも、えー、まあこの間井上直樹選手に、うん、まあ圧倒的な強さを見せて、まあ、非常に、ね、井上直樹選手も前線しましたけどファン・えー、アーチュレッタ選手今度浅倉海選手と戦う。 アーチュレッタ選手にも、えー、勝っているわけですね、フェザー級で、えー、ピット・ブル選手。で、さらに、えー、先ほどお話した A.J. マッキー選手にも、えー、勝っていて、まあ、1勝1敗なんですけど、で、まあ、年末には、皆さんおき、えー、記憶に残っていると思います、えー、クレベル・小池選手に勝っていると,という選手が、えーまあ、本来の階級、フェザー級から1階級落としてのバンタム級で、 王者セルジオ・ペティス選手に挑むという試合なわけですね、うん、まあ先ほどお話したようにフェザー級が適正ではあるんですけれどライト級でもチャンピオンであるチャンドラ選手に勝ってベルトを持っていてライト級でも十分勝てるというのを見せつけてその上でバンタム級に降りてくるとなのでここでもし勝てば3階級制覇ということに なりますしなんかツイッターで出回ってるのだとこれに勝ったらもう一個したらフライ級も狙えるみたいなことを言ってる <laughs> らしいので、まあ、まあそれが本当かどうか分かるんですけどまあ恐ろしいなとは思いますけれど <laughs> で、えー、対するセルジオ・ペティス選手はもと、え、も、ー、と USC で活躍していてフライ級を主戦場にしていました、えー、現在フライ級のチャンピオンであるモレノ選手に えー、5年ぐらい前、2017年かなに、えー、試合をして勝っている選手ですね。で、えー、USC からベラトールに移籍してきて、ベラトールの方ではフライ級という階級がないので、1階級のバンタム級で、えー、戦って、このバンタム級で、えー、先ほどお話ししたアーチュレッタ選手を破り、バンタム級のベルトを獲得。で、えー、その後、まあ皆さんもね、まあ、覚えてる方も多いと思います。えー チャンピオンとしてベルトを持っているペティス選手に挑戦してきたのが我らが堀口教授とということですそして4ラウンドまで堀口選手に圧倒されていたんですが4ラウンドにハイキックからのバックハンドブローで堀口選手を失神させてベルトを見事防衛したという選手なわけですね。 でまあ、その後、バンタム級はトーナメントを開催ということで、まあ、このトーナメントで、えー、堀口選手のリベンジを期待してたファンの方も多かったと思うんですが、まあ、ペリシ選手が怪我で欠場ということで、えー、まあチャンピオン不在のトーナメントになり、まあ、そのチャンピオン不在のトーナメントはミックス選手が優勝ということになったわけです。で一応、まあ 暫定王者とトーナメントの王者っていうことでミックス選手がベルトを持ってるんですけれどまだペティス選手は正規王者のままなんですよねでそのバンタム級正規王者にパトリシオ・キットブル選手が挑むというまあこういった流れになっているわけなんですよねでまあ両者の特徴を少しずつ喋っていきたいんですが えとまあ、過去に動画2人とも何本か出してるので、まあえー、興味のある方はそちら見ていただければと思うんですがペティス選手の特徴としてはうーん、まあ、過去、アーチュレッタ選手と戦った試合それから堀口選手と戦った試合を見てもどちらかというと自分からこう圧をかけていくタイプですね前に前に出ていって圧をかけるただ自分からはそんなにこう手は多くないというか手数はそんなに多い選手じゃないという印象で。 えー、とにかくジャブが鋭いと。で自分からそんなに手は出さないけど距離を詰めて相手がまあフェイントかけたり揺さぶりをかけてこうとしたらジャブを的確に当てていくっていう感じですね。であと相手がこう飛び込んできたところに対してのバックステップが非常にうまい選手ですね。バックステップでパンチをよける。でバックステップでパンチをよけながらも自分が当てるっていうのがうんすごく得意ですね。で蹴りも 結構うまいですしまあ堀口選手との,あの失神させたあのバックアンドブローの前もかなりこう変則的なハイキックを蹴ったりもしていてちょっとトリッキーな技もあるで寝技に関しては柔術黒帯だったかな確かまあお兄さんの,あのアンソニー・ペッチ選手もちょっと似てて結構まあ決め狙ってくるギロチンとか結構得意でしたね確かなので不要因タクに入るとちょっと 危ないいっていうのは、うん、ある選手ですねで下になってからは、えー、アーチュレッタ選手との試合なんかは結構うまく立つのがうまくてなかなかトップキープできなかったあのアーチュレッタ選手がテイクダウンは取れるんだけどトップキープできなくてすぐ立たれちゃうっていう展開が多くてで逆に堀口選手との試合ではそこからこう立とうとしたところを堀口選手にバックを取られるっていう展開が、うん、続いていて。 でかなり期間が空いちゃってるっていうのはあるんですけど、どう修正してきてるのかっていう部分がまあ一つではあると思います。で、対するピットブル選手はえ基本的にはま金網の中央をまず取りたいとで中央を取って空手独特の半身の構えを作ってまあ相手がこう回るその,の真ん中に取ってるピットブル選手の周りをこう回るっていう展開に。 持ち込んでで相手がまあじれて飛び込んできたところに強烈なカウンターをぶち込むとまあそれは右も左もどっちでも打てる、うん、おおそ相手がオーソドックスでもサウスポーでもそれに対するカウンターを持っているという、うん、非常に危険なあ選手なのでまあざっくりのイメージですけど一撃必殺の能力が非常に高くなって た平本蓮選手のようなイメージが近いかもしれないです構えはまあ半身で空手っぽい構えて構えてどっちかっていうと街に徹するで飛び込んできたらもうバチンで一発で処めれるみたいなそういう選手ですねだただ、えー、このスタイルに対して、えー 一度勝っている A.J. マッキー選手が、まあ、1回勝ってるんですけど2回目やったときにこのスタイルを崩すために遠い距離からまあ蹴りで崩していくっていうのをやったんですけどその蹴りを全部こう外してステップで外して逆に蹴り返していって蹴りの主導権をむしろパトリッシュ選手が取っちゃうっていう展開になったんですよねだから遠い距離からの蹴りで崩していくっていうのに関しては結構蹴りのディフェンスはうまいんですよね、うん で蹴りの展開でうまくいかなくなって、じれて飛び込んできたら一発ぶち込むっていう、こういう戦い方もできるんで,すできますし、あと相手がまあタックルに来たときはまあ非常にギロチン、うまいですね、ギロチンのフィニッシュ、非常に多いんで、まじ、あ、れて強引な攻めをしちゃうと、ピット・ブル選手、相手 だともう一発でそのフィニッシュそれはパンチなのかギロチンなのかどちらにしろフィニッシュされるっていうリスクを持っている選手ですね。でえっと昨年の大晦日にクレベル選手とやった時は自分からこう前に出て、まあ、クレベル選手が自分のコーナーに張り付いて動かなかったというのもあるんですがプレッシャーをかけて前に出ていくっていう戦い方を見せていて。でその試合は 空手の構えっていうよりはちょっとボクシングベースっぽい構えにしてえ戦ってて2ラウンドに一瞬空手にしたんですけどまたボクシング戻したりとかっていうまあそういうちょっと違う戦い方もできるっていうえそういった選手ですねでまあクレベル選手の寝技のアタックも全部何事もなかったかのようにさらっと防げてしまうというえそれぐらい寝技の技術も高いという,う選手です。 でまあ、この2人がうーん戦ったらどういう展開になるかっていうとこなんですけどまず1つは両方ともどっちかっていうと街の選手だと思いますどっちかっていうと自分からガンガン手を出すっていうよりは相手に手を出してもらいたい選手ですね。 でここで1つポイントになるのはペティス選手のジャブだと思いますの、ね、で基本的にペティス選手はあのジャブで、えーまあ、的確にダメージを与えつつ相手がそのジャブを嫌がって何かしら仕掛けてきたところに、えー、カウンターを当てていくという形が多分得意なんだと思うんですけどこれがうまくいかなかったのが堀口選手との試合で。 えー、堀口選手と戦った時はそのジャブの差し合い僕もあれはまさちょっと正直想定外でしょあんなにペティスシ選手のジャブが当たらないっていう堀口選手が本当すごかったんですけどでジャブの差し合いで負けて、えー、むしろジャブをもらうさらにカーフキックも当てられるでジャブとカーフ警戒してたら2タップでテイクダウンされるっていう、まあ、そういった展開に、えー、なったわけなんですがまあ あれをピット・ブル選手が参考にするかどうかってはあるんですがただ、ピット・ブル選手はあまりこうジャブを出す選手ではないんですよね、まあ、構えもちょっと空手のこう半身の構えなんでこうジャブがこう出しやすい構えではないと思うんで、まあ、もしかするとこの試合空手構えじゃないスタイルに変えてくる可能性も、うん、あるかもしれないですね。うん 空手構えのままで来た場合がどうなのかっていう,うんところであるんですけど、まあ、ただとはいえあの構えを作られるとペティス選手側もうジャブ当てにくいんですよねああいうあ,あそこまで半身にされちゃうとで逆にピット・ブル選手が、えー、マッキー選手に負けた試合なんかは1回目負けた時は蹴りで主導権握られて真ん中を取られちゃったんですよねケージの真ん中を取られてしまった でマッキー選手の周りを回るっていう展開になっちゃってで、うん、ピット・ブル選手の方が先に飛び込んじゃってそこに、まあ、ハイキックのカウンターを当てられて、えー、そこからあ崩されていったっていうで最後ギロチにフィニッシュされたっていうような内容だったわけなんですがまあこれを踏まえると一つポイントは両者どっちが先に金網の中央を取るかって でどっちが回るっていう展開になるのかっていうのが、まあ、僕は一個ポイントなんじゃないかなと思ってますね。どっちもどっちかというとこう圧をかけたい側の選手だと思うんですよね。で相手の周りを回るっていうような展開はそんなに得意じゃないと思うので。 まあ、とはいえ、じゃあお互いが真ん中を取りたい、真ん中を取りたいって言って、ここ譲らなければ、もうここはバチバチに打ち合いで、さどっちかを下がらせるしかないっていう展開になるので、それを受け入れるのかどうかですよね。え、別にいいよ、打ち合ったってっていう,うん。で、僕は打ち合いになったら、ピットブル選手に分があるんじゃないかなって一発の重さは。 ドブル選手ででははなないかなとは思うんですけど、うん、で打ち合いにしないで中央取るってなるととにかく相手に嫌な攻撃をして相手が嫌がって下がるっていう形にしなきゃいけなくなるので、まあ、カーフとか関節蹴りで足を、うん、攻撃して嫌がって下がるもしくはテイクダウンですよねタックルで倒していく。で そういった攻撃が何回か成功すればタックルを警戒して下がらざるを得なくなるっていうことにはなると思うんですけれどうんまあどちらも結構ギロチン得意な選手なんで結構足へのタックルは危険っていえば危険なんですよねペティス選手を堀口選手は何度もテイクダウンしてましたけどあのニータップなんですよね倒し方があの相手の足にガチってこう 持ちに行くくんんででではなくニータップで倒してるんでギロチンを狙われないまあそこは多分ギロチン警戒してその倒し方にいくっていう作戦だったと思うんですけどピットブルまああとピットブル選手があんまり自分からテイクダウン行ってるのそんなに印象がないんでそこはどうかなっていうお互いテイクダウン行くのかどうかっていうのはうんちょっと分かんないんですがまあ僕の中でのポイントは 両者ともにテイクダウン自分からテイクダウンして上を取りにいくっていうプランを入れてるのかっていうことと、まあ、金網の中央をどっちが先に取るかっていうのがこの試合のポイントになるんじゃないかなとは思ってますねうんそうですねでまああとこの試合はもう一つこう忘れちゃいけない要素がコンディションと体格差なんですよね あの先ほどお話したようにペティス選手はもともとフライ級で戦ってた選手でおそらくフライ級の方が適正なんだと思いますバンタムよりは、うんまあ、堀口選手もそうでしたけどなのでフライ級適正な選手がバンタムで戦っているとで対するピット・ブル選手はフェザー級適正から落としてきているただまあ、うん、ピット・ブル選手身長が低いんでむしろ バンタムぐらいがちょうどいいんじゃないかっていう気もするんですけどとはいえ長くフェザーとかライトで戦ってきた選手なんで今回バンタムで落とすっていうのも結構大変だったと思うんですよね。まあ、今なんかこう公開されてる写真とか動画を見る限りは非常にコンディション良さそうな仕上がりにはなってるんですけど実際やってみないとこれは分かんないんで。 しかもタイトルマッチ5ラウンド制なので後半ガクッと落ちてくるっていう可能性もあるはあるんでここがどうなのかピット・ブル選手のバンタムとしての仕上がりはどうなのかっていうところですねでそれがなければ特に問題がなければ逆に体格差で圧倒してしまうという可能性はあると思うんです事実質2回って違うとも言えるんでもともとフライのペティス選手ともともとフェザーの えー、パトリッシュ選手っていうとこで言うと、まあ、ここはうんまあ、く落とせてるのであれば体格差結構当日は出ちゃう可能性があるなとうんいうただ初めてのバンタム級しかも5ラウンドマッチっていうのはパトリッシュ陣営からすると結構不安要素ではあるかなとだから長期戦になると落ちてくる後半にスタミナが落ちてくる可能性は 結構あるとも言えるんですが今度はペティス陣営側の不安要素としては、えっと、堀口選手とやって以来の試合になるんですよねなのでい1年半以上約2年近く空いてるんですよね今回の試合に関して言えばでこの1年半っていうブランクがどう影響するのか。 っていうのはまあ全くその試合のブランクが空くことに関して、えー、特に問題ないっていうタイプの選手もいればやっぱりコンスタントにやってないとちょっと試合間不足みたいな部分が結構如実に出る選手もいるのでうん、まあ、その辺がどうなのかは分かんないですね。 まあの一つ面白い話だ面白かったなと思ったのが朝倉未来選手が前回の牛久選手とやったっ、えー、とメイ・ウェザーさんとのボクシングエキシビションは1回挟んでるんですけど MMA の試合はだいぶ久しぶりだったんですよね。でそれに関してどうでしたって言われて試合後のインタビューでちょっと硬くなったとやっぱりちょっと硬くなったってご自身で言ってたんですよね。 まあ試合を勝ったんで特に問題はなかったのかもしれないですけどご自身の中ではちょっと影響はあったと。で一方で弟の甲斐選手はまあ全く問題なさそうでしたし試合後のインタビューでも特になんかそこは何にも気にならなかったみたいなことを確か言ってたんであの拳を怪我してかなり試合期間空いちゃったけど全くそこは気にする素振りもないパフォーマンスを見せてえ特に影響がなかったと。 本人も言ってるし。でこの辺りが、まあ、2人ともしちょっとブランク明けの試合で勝ってるんだけど違う感想になってるっていうあたりがまあそういう選手によって、えー、兄弟であっても違うんですよねその久しぶりの試合っていうことに対してだこうペティス選手がどっちのタイプなのかっていうところですねだペティス選手がどっちなのかはちょっとわかんないですけど 1>, うんまあ、1年半空いたっていうことと、うん、ピット・ブル選手のコンディションを踏まえると1ラウンドはちょっと様子見るんじゃないかなっていう気はしますねちょっとスローペースで、まあ、どんなもんなのか、うん、動きが、うん、パトリシオ・ピット・ブルのバンタム級はどのくらい仕上がってるのかを見てみようってうそれこそ、まあ、打撃ちょっとやって1ラウンドの終わりぐらいには軽く組んでみて これはちょっと寝技に関しては、まあまあ、佐々木ル香選手風に言うと触ってみないとわからないっていう言い方をよくしますけど、うん、ちょっと触ってみるっていう、うん、打撃でちょっと打撃見てみてパンチも見てみてであと寝技も含めて組んでちょっと触ってみて最悪ダックルいってもう切られて下になっちゃってもいい、まあ、ギロチンだけはちょっと怖いんでそこは気をつけてでもいいから。 ちょっと触ってみてどのくらいなのかを確認してあなるほどねこんな感じねっていうで自分もちょっと久しぶりだし打撃のまあ感触相手のパンチもよく見てえまあ観客がいる中での試合動くっていうのも久しぶりだしで寝技の確認もしつつ2ラウンドぐらいからまあちょっとずつちょっとずつ。 ううペース上げてってまあ後半勝負っていう345で勝負っていう方がいいのかなというかというかそういう作戦で来るんじゃないかなというのが僕の予想ですね。うん、でピットブル陣営にもし減量での問題がなければ別にそれで、えー、付き合っても別に問題ないしそっちがゆっくりやるならまあこっちもゆっくりやるよなのか。うん、でまあ ちょっとずつ相手を上回っていけばいいよっていうぐらいの戦い方でどっかでフィニッシュ狙えそうな場面があればフィニッシュすると無理にはいかないっていう感じだと思うんですけどもしコンディションに何かしらの問題があるんであれば早いラウンドで勝負しないと後半ガス欠した状態でまあ結構ポイント取りに行かなきゃいけないっていう地獄のような展開になるので。 まあピットブル陣営がどう捉えているかですよねだから12ラウンドでもしガンガンピットブル選手が行ってたらあちょっとこれはコンディションに不安があるんだろうなっていうのは一つ見るポイントかもしれないですね、うん、まあもちろんそのまま終わらせてしまえばまあ全然問題ないんでね、うんうん、いいとは思うんですけどそこしのがれちゃうと後半きついっていうそういうのもあるのでまあこのあたりはまあちょっとこう不確定要素が まあ多い試合ですね初めてのバンタム級1年半ぶりのブランクっていうところも含めて、うんまあ、どうなるのか分からないですし、まあ、あとこのあとねベラトールでいうとさっきお話したトーナメントの勝者ミックス選手がこの2人の勝者とやるのかそれとも本当にピット・ブル選手は勝ったらフライ級を 狙いに行くのかまああとアーチュレッタ選手と甲斐選手のね甲斐選手は勝ったら、うん、ベルトを持って、えー、ベラトルに乗り込みたいみたいなことも言ってますしまあその場合どう,どうなるのか、まあ、そ,それは、まあ、カイ選手が個人的なこう思いというか願いで言ってるだけなのかそれとも裏で実はもうそういう話が進んでるのかまあどうなるのかうんまあライジンと絡みもね 含めてまあこの一戦非常に重要だと思いますしうんまあふあまり、えー、ベラトーラ見ないっていう方ももし UNEXT とか入ってれば見れるのでまあこの試合は多分面白い試合になるんで是非、えー、見ていただければなと思います、えー。という感じで今日は終わりたいと思います。ではでは。